マレクスヒーはチェコのサッカー選手。ポジションは DF。名前はスチートも表記される。対人プレーに強く、冷静な判断力を持つ。スラビアプラハのユース出身で2005年にプロデュー。カレルヤ・ロリム監督の下で、ミカエル・タバレス、トマー・シュネ・ツイドラと共に若手ながら、チームの中核となった。スラビアではリーグ連覇を達成した。2009年11月。 スパルタクモスクワへ、レンタル移籍。2010年3月、ロコモティフモスクワ戦で、初ゴールを記録し、勝利に貢献。2014年1月、FC バーゼルへ、レンタル移籍。同年7月よりバーゼルへ完全移籍を果たす。2019年7月8日、フリー移籍で、FC アウクスブルクと2021年6月30日までの契約を結んだ。 2005年から2007年まで U-20 チェコ代表に選出。2007FIFAU-20 ワールドカップでは準優勝を果たした。2009年より A 代表に選出され、2010年10月8日の UEFA ユーロ2012予選、スコットランド戦でデビュー。2016年6月5日の韓国との親善試合で代表初得点を挙げた。ありがとうございます。